ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は新型のサービスが発表となりましたのでご紹介したいと思います。では早速ご紹介します。もうすでに国内向けの公式サイトの方にも新型モデルの掲載が始まっています。今回発表されたモデルはこちら。まずはスペックの高いハイエンドモデルに相当しますサーフェスラップトップスタジオ2。それからミドルクラスのモデルになるサーフェスラップトップ GO3 となります。ではそれぞれスペックとか価格特徴などにつきましてご紹介したいと思います。まずはこちらスペックの高いサーフェスラップトップスタジオ2、こちらについてご紹介していきます。こちら構造デザインなどにつきましてはこれまでのモデルを踏襲となります。通常のクラムシェルタイプのノート PC のようなスタイルで使うこともできれば、あとはこちら、このようにディスプレイをスライドしてやりますと、こんな感じ。わかるでしょうか？ディスプレイ部分をこのように、あたかもタブレットスタンドに立てかけているタブレットのような感じで使うこともできます。ですので、このようにキーボードを開いて、クラムシェル型のスタイル、一般的なノート PC として使うこともできれば、何か動画を見るだけとか、そういったシーンにおきましては、このようなスタイル、使うこともできますし、完全に倒してしまいますと、タブレットとなりますので、ペンによる手書き入力、イラストを書くとか、文字を書くとか、そういったシーンにおきましては、このようなタブレットスタイルで使う、こういった構造が特徴のモデルです。この構造自体は従来モデルを踏襲していますが、今回のモデルは CPU が最新の CPU、それからスペック的にも全体的に向上したモデルとなります。では気になるスペックの方をご紹介していきたいと思います。以前は Surface シリーズ、具体的な CPU の型番などを明かさないことが多かったんですが、最近ではちゃんとその辺のスペックも型番で記載されています。今回の最新モデルに搭載される CPU は第13世代の Intel CPU Core i7-13700H が搭載されます。本来ならば筐体も大きなゲーミングノートなどに搭載されるような高性能な CPU ですが、こちら14インチのコンパクトなモデルに搭載となります。グラフィックにつきましてはオプションいくつか用意されていて、一例としましては NVIDIA GeForce RTX 4050または4060、さらには RTX 2000、こういったものも選択肢として用意されています。一番下のモデルにつきましては Intel の Iris Graphics、 こちらが搭載となります。この辺選択するスペックによって結構価格が変わってきます。価格情報につきましては後半ご紹介したいと思います。メモリにつきましては16ギガ、32ギガ、64ギガということで、ここも選択するメモリによって価格がかなり変わります。全体的にこのモデル、スペックはかなり高めのモデルとなっています。ディスプレイにつきましては 14.4 インチ、解像度は 2400×1600 ドットという、やや特殊な解像度のディスプレイとなります。この理由としましては、自由比を3対にしているというところがあり、作業性を高めるというところもあるものと思います。バッテリー駆動時間につきましては、スペックには入れますが、だいたい18時間から19時間の駆動が可能。高性能なグラフィックを搭載したモデルの方が、当然少しだけ駆動時間は短くなります。本体のサイズとしましては、幅323mm。奥行き 230mm、 高さ 22mm。 こちらカメラにつきましては、こちら動画撮影が広角 1080p が可能ということになります。生体認証は顔認証による認証に対応となります。いわゆる Windows Hello 対応モデルになります。
その他ポート類につきましてもまたこの後ご紹介しますが、 USB 端子は USB4 Thunderbolt 4に対応となります。あとは A 端子も備えており 3.1 の規格に対応した A 端子となります。あとはイヤホン端子、そしてサーフェスコネクトポートというのも搭載しています。これは Apple でいうところのマグセーフのような機能も持ちつつも、さらにはドッキングステーションを接続する拡張ポートともなっている、とても汎用性の高いポートとなっています。 Wi-Fi につきましては Wi-Fi 6E802.11AX 対応、 Bluetooth は 5.3 に対応となります。 OS は Windows 11 Home も搭載しています。ということで、もう CPU の型番だったり、あるいはメモリ容量、GPU チップ、そういったスペックからも結構高額なモデルになるというのがわかるかと思いますが、予想通り結構高価な製品となっています。スペックによる価格、どういった感じになるのかご紹介しておきます。CPU につきましては、すべて第13世代の Intel Core i7。13700H を搭載となります。変わるのがメモリ容量、ストレージ容量、さらにはグラフィック、この辺が変わってきます。一番下のモデルはグラフィックは CPU 内蔵のものとなります。この CPU 内蔵のもの、こちらはメモリ 16GB、 ストレージ 512GB ということで、スペック的には結構低めのスペックに見えるんですが、価格はこちら336,380円ということで、結構高価な商品となっています。逆に、最高までスペックを高めたいという方の場合はメモリ64GB、 あとストレージ 1TB、 NVIDIA GeForce RTX4060、これが一般的なスペックでの最上位モデルとなりますが、こちらで536,580円、約54万円の商品となります。で、今回のモデルは少し特殊な仕様として NVIDIA RTX2000、 こちらを選択することもできます。これを選択した場合は、実はメモリ容量などは32GB減るんですが、先ほどのモデルよりも価格が高く、約58万円のモデル、こういったモデルも選択することができます。で、この RTX2000 という型番、聞いたことがないという方ほとんどなのではないかと思います。 RTX シリーズということで、普通に言うならばゲームとか、あるいは動画のエンコードとか、そういったものを行う汎用的な GPU に思うかもしれませんが、この RTX2000 はやや特殊なもので、主な用途としてはワークステーション、モバイルワークステーション用のグラフィックとなります。ですので、価格も結構高くなってしまっているというのは、そういった特殊な仕様のものというところがあります。もうあらかじめ、このモデルワークステーションとして運用される方の場合は、余計な機能がついている一般的なグラフィックよりも、この RTX2000、 これを搭載したモデルの方が高いパフォーマンスが期待できますので、ちゃんとその辺用途がはっきりしているという方の場合は、この最上位モデル、最上位というかやや特殊な系統のモデルになりますが、このモデル、購入するというのも悪くはないかと思います。あとはインターフェース特徴などにつきましてもご紹介します。主にインターフェースはこの土台部分、キーボード部分に集約しています。先ほど言っていませんでしたが、こちらマイクロ SD カードスロットがあったり、こちらがサーフェスコネクト端子、充電を行うことができたり、ドッキングステーションを接続することもできる汎用端子になります。そしてここにイヤホン端子、反対側本体左側面につきましてはタイプ C 端子2つ、タイプ A 端子1つ、ちゃんとタイプ A 端子も残っているというところは嬉しいところではあります。タイプ C につきましては USB-C4、サンダーボルト4対応モデルになりますので、この辺とても使いやすい端子となっています。ということで、この14インチの筐体の中にハイスペックな CPU、 モデルによってはハイスペックなグラフィックチップを搭載しつつ、ノート PC として使うことも
またタブレットとしても使うことができるというモデルとなっています。欠点としましては、価格が高いということで、一般的な方が購入するというよりはややプロ向けの製品、例えば Mac がどうしても使えない環境ソフトをお使いの方が、このコンパクトで Mac と同等性能の Windows 機が欲しいという場合、そういった方などは選択肢としてありかもしれません。 MacBook Pro などと比較しますと、まだそれでも価格が同じか少し安いぐらいということですので、そういった動画編集とか、とにかくモバイルできる環境でハイスペックなモデル、そういう環境を整えたいという方の場合は選択肢として悪くはないかと思います。で、一般的な方の場合、そんなにスペック、トップクラスのスペックが必要ないという方の場合、おすすめなのが、ここからご紹介します、もう一つの新製品となります。それがこちら、今回冒頭でもご紹介しました、Surface Laptop Go 3となります。こちらは、従来はエントリー寄りのスペックのモデルだったんですが、今回の Surface Laptop Go 3、スペックがアップしたことによって、ミドルクラスと言ってもいい、そこそこのスペックのモデルとなりました。では早速スペックの方をご紹介していきます。 CPU は1世代前の CPU とはなりますが、 Core i5-12350U が搭載されましたので、大抵のことであれば快適に行えるスペックになります。メモリは 8GB または 16GB、 ストレージにつきましては、こちら取り外し可能なソリッドステートドライブ SSD のオプション 256GB ということで、ちょっと書き方が分かりにくいんですが、要は 256GB のストレージを搭載となります。ディスプレイにつきましては 12.41、 解像度は 1536×1024 ドットということで、この後価格を紹介しますが、結構安いモデルです。価格は安い理由として、このようにディスプレイの解像度も低いというところなども理由の一つとなります。動画を視聴するにおきましても、フル HD の動画が視聴できないというところが一つ欠点ですので、事務作業というか動画編集とか、そういったこと、マルチメディアを多用する方向けの製品ではない、要はビジネス向けの製品となっています。新しい本体コンパクトでとても携帯しやすい魅力的なモデルとなります。幅 278mm、 奥行き 206mm、 高さ 15.7mm、 重さも 1.13kg ということで、国内メーカーでいうところのパナソニックのレッツノート、そういったものと対抗できるスペック、サイズ感となります。カメラにつきましては、こちらはフル HD のカメラではなく HD720p のカメラとなります。あと端子につきましても後ほどご紹介しますが、こちらもちゃんとタイプ C だけではなくタイプ A 端子、この辺もしっかりと搭載しています。あとは携帯する際に、重要となってくるサイズは先ほどご紹介したところですが、こちらソフトウェア Windows 11 Home を OS に搭載しています。あとはこちらも Office 標準で付属となります。キーボードレイアウトにつきましては、日本語配列のものをちゃんと用意されています。バッテリー容量としましては、こちら駆動時間でお知らせした方が分かりやすいかと思いますが、連続使用時間最大15時間となります。15時間というと、実際は15時間フルで使えるというよりは、実際のところは半分持てばいいかなという感じで見ておくといいかと思います。ですので連続で7時間ぐらいは使えるかなという、そういう感じのバッテリー容量になります。いずれにしてもこのモデルもタイプ C 端子が搭載されており、そこから充電することも可能ですので、モバイルバッテリー、高出力なモバイルバッテリーとの組み合わせ、そういう組み合わせを使えばもっと長く駆動することが可能です。で、このモデルは何といっても価格の安さが特徴です。こちらスペックごとの価格をご紹介しておきたいと思います。用意されているスペックは2つ、 CPU は Core i5、 CPU 自体はどちらも同じです。メモリが 8GB256GB ストレージ、メモリ 16GB256GB ストレージ、つまりメモリの容量が 8GB か 16GB か、
この違いだけですが、価格は一番安いモデルが14万円、高い方が17万円ということで、どちらもサーフェスシリーズとしては珍しく10万円台で購入できるモデルになります。まあ、このモデルのスペックからするならば、まあ、16GB のメモリ必要ないシーンも多いので、まあ、この 8GB のメモリを搭載した14万円のモデル、こちらが一番の選びどころかと思います。本体の外観などにつきましては、まあ、このモデルも実は前回のモデルサーフェス GO2 を踏襲していますので、そんなに大きく変わったところはありません。まあ、使いやすいクラムシェル型のコンパクトなモデルとなっています。主にモバイルで使う、そういう用途の製品となりますので、もう無駄なところはとことんそういう用途したようなデザインとなります。ただしちゃんと必要な端子、タイプ A 端子、タイプ C 端子、イヤホン端子、こういったものはきちんと搭載となります。主に USB 端子が本体左側面にあり、あとはサービスコネクト端子が本体右側面にある。タイプ C 端子も一つだけ、タイプ A 端子も一つだけということで、やや端子の数は少ないですが、まあ、この製品はとにかくコンパクトで携帯しやすさとかそういったところを意識したモデルですので、まあ、その辺は仕方ないところと言います。あとは特筆すべき機能というのは特にないんですが、とにかくサーフェスシリーズ、なかなか価格が高くて足りないモデルが多い中、このモデルは、まあ、一番下のモデルであれば14万円で購入できる、その価格の安さ、これがもう一番の魅力のモデルと言います。コンパクトな Windows 機、スペックもそこそこのモデルとして、パナソニックのレッツノートシリーズなどもありますが、レッツノートシリーズにつきましてはさらにこのモデルにもプラス10万円ぐらい見ておかなければいけなかったり、あるいは UMPC と呼ばれる7インチとか8インチのディスプレイを搭載したモデル、そちらにつきましては逆にキーボードが特殊な配列だったり、そもそも小さかったりして打ちにくい、そんな中このモデルは UMPC と同じというとちょっと言い過ぎですが、コンパクトな筐体を搭載しつつもレッツノートよりもだいぶ安い価格で購入できるというコスパの高さが魅力のモデルとなっています。ということで、今回は久しぶりにマイクロソフトから新型のノート PC サーフェスシリーズ2つ発表となりましたのでご紹介しました。スペック的にはやはりサーフェススタジオ、そっちの方が魅力的ではあるものの、価格はとにかく高く、なかなか購入するにしても現実的ではない価格というところがありますので、まあ、基本的にお勧めできるモデルはサーフェスラプトップ GO3、 こちらかと思います。なおこちら、まだ現時点では予約を受け付けている段階です。発売につきましては10月3日発売ということで、もう間もなくの発売とはなりますが、こちらもし購入を検討している方、早めに手に入れたいという方は今のうちに予約しておくといいかと思います。なお、もっとコスパの高いモデルがいいという方、そういう方のために動画の概要欄の方にはAmazon で販売されています人気のノート PC 販売ページのリンクがあってきます。そちらも気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。